でも多分きっと明日はもうちょっといい感じになる。こんばんは。ちむるくちゃんの舞台座だったらかかるかな。私はゴリゴリだよ。明日は私あれしないです。ラジオ出ない。そうパセリねえ。池ちゃんすごかった。あんなお方と明日は一緒に歌うのかって思うとすごく時がムネムネしますね。てかめっちゃ羨ましかった。長田さんに褒められてたし、松尾さんもうおーって言ってた。いいな、嬉しい嬉しいんですよ。胸がドキドキは。いいなぁ、長田さんに褒められた。羨ましい。ねえ、白下さんも私見てるから YouTube。 あ、白下さんがいるってなって。いやほんとすごかった。いけちゃんありがとう。これですね。確かに悪い顔して選手権でよかった。今日なんかうまい。そうそう、いやなんかあれなんですよ、前髪ストパーしてもらったんですけど、あのその後に巻かれたの。そう、あの巻いてもらったから、自分の巻き方じゃないから、ここら辺とかも多分自分の巻き方にしたら多分もうちょっといい感じになるんだと思う、今より。そう多分ね、きっと多分きっとそうであると願いたい。まあ私右側がすごい癖、まあ、全体的に癖なんですけど、こう全部こっちに流れるんですよ、髪の毛が。そうだからそれが嫌でストッパーしてにしてもらった。どの道が一番好き？本当？アイシャドウしてない。今日ドスッピン。あ、口は塗ったけどね。あのめっちゃ自然なやつ。ダンスってどんなジャンルだったんやろ？ダンス。ダンスって難しくない？どういうジャンルなんじゃろう。
イーツイーツダンスとかかな。ね。アメリカ。あとここを切ろうと思う自分で、ちょっとこうやって。Yeah, we be doing what we do. なんだか、あとね、ちょっと長い毛もあるんよね。配信見ながらちょっと失礼して餃子買います。話題をすぐ変えて餃子の話をした。脈絡な差が自分でも痛いよ。焼き餃子も水餃子も今の私にはどうでもいいのに。まあ、バカ GU とどっかがコラボしてるやつなんですけど、どこか忘れました。990円ぐらいだったこの服。どことコラボだったんやろ。なんかめっちゃいいねって言われて、アンダーカバーですって。なんかストッパーしたのにまっすぐじゃない。巻いたからっていうか、巻いてもらったからなんですけど、てるてる坊主って言われました。でもアンダーカバー思いつきで口にしちゃいけない。あら、かわいい。ここにね、いちごのつぶつぶがいるんです。そして僕は僕じゃなくなるの。みちさんめっちゃ好き。ほんと？もどかしさが恋なんだ、手に入らないから恋だ、寄せある波こそが募る想い。ドゥルルルルルルン。そう、歯に挟まってる。いちご食べた。食べたよ。食べてなかったらやばくない？いつもいちごが挟まってるんですかってなるやん。アンコール前のラスト3曲をちゃんと歌えるスタミナがすごい。またあなたのこと考えてたの。歌い出しに感動したっていうツイートがあって嬉しかった。またあなたのこと考えてた。窓の向こうを眺めながら、チッチッチッ、またチッチッチッ、またあなたのこと考えてた。窓の向こうを眺めながら、チッチッチしかないけんさ、言いの音がわからんくてさ、いつもちょっと迷うのと、この前のボクボク
多分イケちゃん生誕だったから、ボクボクのさペンライトをさ揃えてましたよね、イケちゃん生誕。すっごいどの曲よりも拍手が大きくて、チッチッチが聞こえなくて、でなんかかすかに聞こえたチッチッチが、え、これでいいのかなみたいな え、これ、このチッチッチ私今聞こえてたの合ってるかなみたいな、半信半疑で歌い出したら結局合ってたからセーフでした。危なかった。イヤモニとかないからさ、もう場の音みたいな感じで、めっちゃ危なかった。焦った、あれヒヤヒヤした出来事でした。最近の怖い怖い、独り言の4から3に移れるのもすごいけど、一番割りの3から4、そっちの方が難しいですよね。そこめっちゃ難しい。だって「トゥルルルルトゥルルルルル」なんかさ、サビのところ振りがさ、なんかそんなもう感覚で覚えれるけど、ドゥヒルンダー終着駅にはじゃけん、めっちゃ難しかった。終着駅にはだっけ、だってレコーディングずっと壊れながらやりましたもん、 CD の大変でしたね。誰が耳を傾けるんだ、終着駅にはとっけ、誰だって執着。執。だだだだだだ執着駅にわか。だだだだだだ執着駅にわ。だだだからな、何個だったっけ。覚えてないや。ライブでは毎回確実にソロ音やったもがち。私とナナさんの歌割りなので。うん。STU の楽曲で意外に難しい曲。片思いの入り口とかじゃないですか。ダレレダダレンダレンダレレンのダレレンがむずくない？他の曲は結構歌いやすいと思う。あー、無謀も確かに。ごー転調後のめっちゃ高い。あ、無謀一番かもしれん。自分のこの目で確かめたいだけの、トゥ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 ンがむずい。
誰かだけ。根拠がなくても自信があればいい。無謀ですね。ごへん。無謀一番むずいわ。確かに。いや、私にとっては片思いの方が難しい。無謀は折り面だから、片思いは折り面じゃないから。まあ結構片思いの入り口をゲバントとかで やってる機会、やったことある回数は私多いんですけど、でもそれでも難しい。で、折り面の曲はね、難しくないですね、あんまり。根拠がなくても自信があればいいがね、歌い分けなんですけど、無謀の。意外と歌えるんですよね。練習してるからっていうか、ずっと歌ってるからかな。うわ、片思いの私、ファンがいっぱいおる。いっぱいって言ってもちょっとだけだけど。かわね。確かに。そうそうそう。かにゃん。大好きな人のフルやりたい。私、いつか君が。フル見たことある方ってどんぐらいおるんやろ。いつか君が話してくれた夢の続き、気になっていた。あの本を開く振りとかがあるんですよ、2番。めっちゃかわいい。キラキラしたあの眼差しをこの街出てもずっと忘れるな。1番と2番で A メロ変わるのいいよ、それな。わかる。なんで違うんだろうね。2番めっちゃ短いよね。普通に全然違うね。いや、やったことはあるんですよ、フルサイズ。善悪でやってる。善悪、うん、善悪でやってると思う。2番はかなりステージから見てから。ああ、サビね。大好きな人は私史上一番前で歌わせていただいた曲なので、3番手で歌わせていただいてたんで、すごいですよね。私めっちゃめちゃずっと平均的に 7番目ぐらいなんですよ。ありがたいんですけど。でも、ググンと出たのが大好きな人だった。大好きな人めっちゃ好きなんだけどね。そうそうそう、これね、私もやりたい。2番やりたい。2番。こんばんは。シングルでもセットしてほしい。
私だって STU の全ての曲を合わせたらユメリの次にセンター多いからさ、多分お、ペルーサさん、ペルーサさんお誕生日おめでとう、おめでとうございます。ペルーサさんおめでとう、なんで、そうそうカップリングの女王カップリングのなんでなんだろう、たまたま、すごいありがたいですけど、うん、お父さんがなんか配達されたもの開封してる、多分大好きな人ナスのありがとう伸ばすとか好きね。シングルセンターやったら新しいファン増えそう。そうですかね、まあ誰がなってもそうなりますよ。里芋、ね、なんかでっかいのが届いてました、家に。話し会たくさん待ってます、たくさん、まだまだ待ってます。いやいや、ありがとう。ハルさん、月山に大好きな人のかしらね、あそこら辺多かったですもんね。テレステステルルテン、テレステステルルルテテン、話し会でルームツアーとかできるかな。どうだろう、分かんない。ちょっと火のツーショットとか、どうしようね。トライアングルセンターが成功したらそのまま続くのかな、そのまま続くのかな。毎回トライアングルセンターっていう形は取らないんじゃないですか。一回だけの、一回だけのじゃないかもしれんけど、まあ、初めての試みみたいな感じで一度やってみるみたいな感じなんじゃない。まあセンターできる人が増えるってチャンスが、うん、カルテットセンター、うん、今回だけ、今回だけとは限らんじゃん。だっていつまで STU の歴史が続くかもわからないしさ、あれですけど、だからそのめちゃめちゃ歴史が続いたらまたトライアングルセンターっていう形が取られるかもしれんしさ、もうこれがね、あ、めっちゃいいじゃんこのやり方ってなったらさ、まあ、次のシングルもまたそうしましょうはない、ないと思うけど、わかんないけどね。でも毎回ではないでしょうね。ことない ST の曲なんだろう、やったことない STU の曲、ずっとシンドバッドやりたくて、シンドバッドはやったことあるんですよ、一回だけ。そう、もう自分でもいつやったか覚えてないけど、一回だけあるの。あ、恋は奇病中したことない。
四国の両方ない、あの一杯の水もない。髪染めたいと思わない、インナーカラーはしてみたい。非前力はね、わかんない、やったことないと思います。やったことないけど、なんかレッスンとかで代わりに入ってたりはしてたから、多分その記憶があるから曖昧ですね、やったことあるかないか。菜の花もないわ。ないや。あとは分かりませんね。青いレモンもあるんですよね、実は。青いレモンいつやったっけな、なんか船で歌った気がする。嘘、嘘だわ、フェスで歌った。パイの水やったことないけど踊れる好きでずっと見てるから、リハとか踊れる。青いレモンやったことあるんですよ。突然結構でもやったことありますね。レモンの木があったんだ。あの日から僕は変わったない。僕は誰だみたいなやつでしょ。ラララララマドリラリ、僕の後悔なんか跡形なく消えてしまいたいんだ。ちちちいい陰に逃げ込んだら、もう自分の影見えないだろう。僕はパツイン好き、嬉しい。ちょっと明日はちゃんとメイクしてる。あ、お配信の時はもう分からんけど、いやきっとメイクしてるかな、風呂入ってるかな。でもメイクはするからさ、公演があるので、ちょっとそれで様子を見なきゃ。ここがの、ここが気になるな。ここ切らんといけんな。確かに短日植物もやったことない。ダーナナーナーナナー、キちゃんのソロ曲もない急に前に現れて、なぜか近くにいてくれる。私もよく似てるタイプだから、特別な空気感のような、ここに流れる時間が好きなのって言われた。
変わってるよね。いけちゃんに、いけちゃんに演歌歌ってほしい。めちゃめちゃ。なんならソロデビューしてほしい。絶対うまい。何年前からショートカットちゃんに馴染んでる。私？嬉しい。ね。私はでも「バンドに合う声」って言ってもらえて、いつか忘れたけど、いつ言われたか誰に言われたかも忘れたんですけど、あ、でもなんかあのファンの方とかじゃなくて身内のどなたかに言ってもらって嬉しかった思い出があります。私の歌い方とか声とかは演歌とか向いてない。いや、メンバーか STU 関連の方だったと思う。で、福ちゃんも言ってくれるんですよ。いや違う、いや違うんですよ。歌唱力も関係なかったんですよね。福ちゃんは私の歌う空耳ロックが好きなんだって。お父さんのアフターライブのリハの時言われてた。歌声に表情があるから舞台向き。嬉しい、ありがとう。うん、そう、私の歌う空耳ロックが好きって言ってくれる。似合ってるって言ってくれた。でも私もノリノリ、なんかザ・バンドみたいなさイメージなんですよ、私の中で。ズンチャカズンチャカジャカジャンみたいな曲だから、多分私もノリノリで歌ってるんですよね。福ちゃんは福ちゃんですよ。福ちゃんの公式ニックネームは福ちゃんなんですよ。あかりんじゃないの。あかりん号もあるけど、言ってるけど公式は福ちゃんなの。楽しかったもん、あのひまわりでガーガー歌ってる時。みちさんのバレンタインアクリルスタンド再販希望させていただきます。そんな、みなみもみーちゃんなんだけどね、本当はみーちゃんって呼べない、なんかもう慣れちゃってみなみって。あかりん多数いるから。そうなんですよ、そうなんですよ。だからでも福ちゃんはなんかあかりんっていうアイドルがいっぱいいるから、私は福ちゃんだよって昔言ってたんですよ。だからあかりんじゃなくて福ちゃんなんだって思って、福ちゃんって呼んだ方がいいんだって思ってずっと福ちゃんって呼んでるの。あかりんっていう時もたまにあるんですけど、
そう。みちゅ以外はあんまりないですね、私。まあ、って言うてたのよ。遅くなりましたが、生誕見に行きました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。おみつ、おみちゅは言われますね。みなみとかも言う。おみつ、おみちゅっていう。みなみって、いや、みちゅっていうニックネーム世界に 3,4 人はいるからね。ツイッターとかめんどくさいっていうか、全然自分のこと出てこない。そうそうそう、今ムーンいいね。今ムーン、私自分の名前好きなんですよ。み、月、美しい月ってなんて素晴らしい名前なんじゃないって思わん？み、月ってめっちゃ好きなんですよ。みつき、なんかそのせいでさ、月のさ、月、月モチーフのものとか惹かれがちだしさ、月を見て私を自分で思うし。ラジのブログの名前の由来が、そうですよ、ほんとほんとほんとって言われてる。それ以外の理由を聞いたことない。でも漢字は 2種類あったらしい。あの候補がって聞いたことある気がする。自分がこれ創作した記憶だったら申し訳ないですけど、違う、見せる月じゃない。あのね、満ちる月、満月。でもそれも可愛いなって思って、そうそう、美しい月か満ちる月か、それ満月って読むよね。本当にまんまるじゃん。そう、本当にまんまる。でも満月も可愛くない？そうそう、フルムーン。うん。美しい月でよかった。そう？鼻がかゆい、なんか。チャモの毛がずっとふわふわしてるみたいな感じ。それだとでもみちゅにはならなかったり。そう、みつき、でもみつきだから、どっちにしろ。星空の中にみちの顔がある画像、今でもたまに待ち受けにしてる。たまに？そんな引っ張り出してしてるってこと？
部屋の掃除しようね。してます、めっちゃ綺麗です。今村満月、でも絶対満月って呼ばれてたよね。満月とは呼ばれないか、なんて言われてただろう。ウルフ、フルムーンちゃん長くない？ポン、ムーン、マルちゃん、水木と読み間違えられること多く、多そうですね。そう、多い。あんまりでもなんか学生時代は多かったですね。ちが足元映してた壁紙よみたいな、あのもみじがいっぱい落ちとるやつ。今でも月入ってるのに満月だけで月感高まる。まあね、それこそか、頭が丸いからさ、私本当に満月だよね。足の色好き、どういうこと。いや、水木の方が多分世間的には多いんですよね。こんばんは。頭の形綺麗って褒められた、マイハチに。マイハチ、私頭尖っているから三日月いいやん。でも学生、小学生の時とかは本当に水木に間違われることが多くて、なんで私は水木じゃないんだみたいな。前も話したことあると思うけどさ、なんで美月なんだろう、なんで人と同じじゃないんだろうって、すっごい悔やんでたというか、なんで水木じゃないんだって感じになってたけど、中学生高校生になったら水木でよかったっていうか、水木いいなって思うようになりました。そうそう、今はこっちでよかったなって思ってる。そうです。しかもじゃない。そうそう、でもなんか今村さんってなんかね、なんでかよくわからんけど、あの変更の時とか今井さんって間違われることが結構人生で5回はあるぐらい間違えられる。もっとあるかもしれん、もしかしたら。さっきとさっきもよく間違う人わかる、パセリとかね。めっちゃ今村って書いてんのに今井さんって言われて、でももうそこら辺に今が私しかおらんけん、自分で自分が呼ばれてるんだなってわかる。あ、栄作さん、栄作さんお誕生日おめでとう、おめでとうございます。いやもう本当なんですって、これ今井って呼ばれたことが本当にめっちゃ、多分今井さんの方が多いのかな、世界に。
全国的に。わからないけど。そうそうそう。もう本当に STU 入ってからもあるし、間違われたこと。学生の時もあるし。これは本当になんかびっくりするほどあります。本当に。なんで美月と水木ならさ、まださ普通にさ分からんじゃん。漢字だけ書いてあったらさ、どっちが正解かはさ聞かんと分からんものじゃけんさ、まあ間違われることもあるよなって思うけどさ、名字に関してはさ、もう漢字とか多分ひらがなとかカタカナなんか知らんけど書いてあるじゃん。今村って書いてあるのに今井って言われるんですよ。でも本当にいっぱいあるんです。これは本当なんか相手が噛んだじゃなくて本当にいいって言われることがめちゃめちゃあるんですよ。わかんない、なんでか。ねえ、多分そう、今だけで判断して今井さんが身近にいる人が多いのかな、知らんけど。じゃけん、あ、今村ですみたいなに言ってさ気まずいよね。今井っぽい感じがあるんかな。でも初めまして方とかだったりするから、そんなまだどれが今村さんか分かってないみたいな。あの台本とかもある。なんかの番組の台本で今いいみたいな。いや、スルーする時もある。めちゃめちゃ周りが全然知らん人だったらもう今井で通してはいっていう時もあります。でもさ、そのはいで言うだけでさいい時とさ、その後もさ名前が呼ばれてしまう時とかもあるやん。そこでずっと今井だったらそれはちょっと違うね。なんか逆になんかここうねっとんやけど、ストッパーしたのに大丈夫？え、水に濡らしたらまっすぐなってくれるかな、この変なうねり。最悪切ろう。いやいやいや、最悪すぎるでしょ。ここだけハゲるじゃん。そんな応急処置ないぜ。なんで今井なんじゃろうな。短いとストパー聞きにくいイメージある。あ、でもね、何回も言ってるところだから、うん、やってくれる人によってさかかり具合って違うんですけどね。村が読めなかった。あ、そういうことか。そうかもしれない。でも結構気になるメンバーの名前間違い。パセリとかがさ尾崎って呼ばれた時とか、あ、違いますってなったりとか。滝野の滝もね結構ね間違われやすいんですよ。なんだっけ、滝、あのあっちの滝、あ、こっちの滝、そう、辰の滝。なんか本当にあの台本全部滝のがあの辰の滝みたいなになってる時があったりして、違うよ
まあでもさ、まあもう慣れてるし、私も今言って書かれてても慣れてるから別にもういいんですけど、そうそう、でもなんか気になるよね。自分はもういいけど人の間違いって気になる。なんかそうそう、お仕事だから台本とかもちゃんとね、漢字もちゃんとしようって なりましたね。確かに。あ、兵道。写真集出しません。ちびさんとかサラピのサラも、私も間違えちゃった、この前サラピめっちゃ申し訳ない。急いで、なんかうちの携帯がさ、サラピのサラをさ、あっちで出したんですよ、サシャのさ。だから今めっちゃ名前間違いについて喋ってたのに、いやあんたもこの前間違えてんやって思われてるだろうなって思って、私もなんかあってなった。グッドカラー、グッカラー。でもほん覚えてるんですよちゃんと。だって私さ書いたしさ、インスタとかもあのみんなの名前覚えてるんですけど、そうパパってなんかリハが始まるからパパって急いで書いた変換がそうなったの、勝手に変換してあなったんですよ。で私もさ、まさか間違ってると思ってなかったから、みちさんって言われて、で何って言って画面だけ見せられたんですよ。で画面だけ見せられてさ、あのまさか間違っとると思ってないけんさ、その気づかんくて何何何みたいな、でずっとマジえみたいな。しかもその時めっちゃ 眠くてっていうかポケッとしてて、何みたいな感じでやっちゃってね、間違いない全然答えが出ないからさ、名前違いますみたいな言われて、ごめんみたいな、やらかしたと思った、はぁってやらかしてしまったってなった。からその後のそのストーリーを上げた次のストーリーと次のストーリーに、そう、あれもともと書いてたんですよ、あのなんかバレンタインをくれて、じゃそれはあの名前をそんな別に書いてなくてサラピって書いてたのかな。その後にもう一回投稿しました。そうそう、めちゃめちゃ謝った。サラピファンの皆さん、吉田サラちゃんごめんなさい。めちゃめちゃ謝りましたね、もう絶対にしないって思いました。はい、時々バクバク、やっぱダメですね、人の名前を間違えるということはしちゃダメなことでした。私も社会人として頑張ります。ひーごめんなさい。
すごい早い、もう57分だ。そうですよね、みつきって書こうと思ったら好きって間違えて書いた。あら、今村好き、こんばんは。確認してて出しますよ。それでは誕生を読んでいきたいと思います。13位ホアンさん、12位ジョノラニカウェグレさん、11位長谷川さん、10位チョコミントさん、9位アモズさん、8位シェンさん、7位ブルーさん、6位テリーピーさん、5位ナッカンさん、4位英作さん、3位坪ゆうすけさん、2位まささん、そして1位はドゥルルンシャンペルーサさんでした。ありがとうございます、ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンシャントントン21さんでした。ありがとう、ありがとんとん、ありがとんとん。それでは皆さんも日々に気をつけて生活していきましょう。明日はしみさらちゃんの生誕祭があります。当日券があるのかなぽいので、ぜひ広島にお住まいの皆さん、広島に来れそうだなって皆さん、お待ちしております。それではまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。また明日。またねー。バイバーイ。コイラジャパセです。